はい、どうもこんにちは。奥さんことたけちゃんでございます。というわけでね、今回から私の知り合いのね、グッチ君と一緒にモダンコンバット4バックトゥーザヌーブというわけでね、モダンコンバット4一からやり直そうということでね、一緒にやった企画です。企画動画です。はい。ね、はい、どうも。はい。奥さんの相棒のグッチこと、カミアンです。はい、カミアンとはね、あれですね、もうとあるマジスのインデックスにあるキャラクターですね。まあ、そのキャラクター風に、グッチ君が私と一緒にね、モダンコンバット4をやっていくというというわけでね、新しいアカウント作ったばっかなんで、まだ1レベルで、しかもスカーという初期武器はノーアタですね、私たちは。はい、ちなみに今はカミアン君ことグッチは2キル0です。私が0キル0ですですね。はい、頑張ってくれよ相手にボルゴ死んじゃったウォルゴフォール鬼ややべえな初期朝でボルゴフはきついですよ、ほんまそれあー寒いな。それにしても現在ね、私たちの住んでる県はね、今ちょっと今日雪が降り始めましたね。ほんと寒いっすよ。おかげで鼻がズルズルしますよ。花粉症でもないに花粉症っぽくなってというわけでね、ぐっちくん、初期朝のノンアタは強いですか？まあ、最強ですね。iPad 4のあれだか知りませんが、ほんと腰だめが主流で、中距離、遠距離、近距離、全部腰だめっすね、私は。遠距離は近いですね。ちょっと、ボルゴフ。やられてる、ね。はい、この方ですね、ボルゴフさん。というわけでね、やはり、まあ1レベルからスタートなんでちょっと厳しいですね。初心に戻って、はい、初心に戻ることはやはり大切ですよね。仲間でもボルゴフ使ってる人おるシャレとる。おスナとボルゴフ持ったんか、この人。おいいね。ただいまグッチ君は4キル2ですの、私が2キル1ですですね。おナイスコンパクト。これ武器拾うもありですか？ありじゃないですか。お了解。おっちゃって催涙弾がたかれている味方じゃないですか、これは。うおお、待って、なんかおる。待って、ここ地味に近づきつつ、キールを。あ、やばい、もう一人、助けて。待って。おお、ありがとう。この人、ありがたい。ボルゴフが落ちてる。これは私に使えと。ここ神、これは僕に、私にボルゴフを使えと。面白いじゃないか。行くぜ、ボルゴフ。おらというね、茶番はちょっとここまでにしておいて。ボルゴフとかにね、禁止武器は使っちゃいけますよ。そこはね、まあ、マナーとしていけませんね。いきませんよ。はい、というわけでね、まあいました一人。ちょっと待って使えばよかったな使えばよかった、ほんとグレボン、グレボンが落ちていた。これはまさか。違う、いや、使えませんよ。まあ、うん、あれっすね、やっぱボルゴフは強い私的にモダンコンバット4の一番使いやすい武器はスナイパーですね。グッチ君はどうですか？やっぱり初期朝ですね。お、初期朝ですか。いつもはね、アタッチメントつけてますよね、しっかり。いつもはコンパクトゴリ押しです。コンパクトゴリ押し、来ました、コンパクトゴリ押し。噛んじゃった。私はスナイパーライフル X6338 かチャブ台っていう武器しか使いませんね、いつも。おお、待ってこの人、うまい。この iPod タッチ6世代ってどういうこと？この方ですね。6世代あったっけ？いや、ないっすね。5世代までしか出てませんね、今んとこ。いや、この砂の構えがかっこいい、私は今5キル4です。あ、5キル3です。グッチは4キル4ですというわけですね。やめてくれ。キル1じゃないか。まあ、ちょっと、一緒に実況しながら YouTube に出したりするんで、ちょっとまあ、KD も低いところとかありますが、まあそこは、ちょっと、ご省略。OK。お、これはスナイパーを拾えるんじゃないか。いいな。わしに欲しいな。来た。お、いいな。ただいまね、ちょっと今更申し遅れましたが、グッチさん、これはモードとステージを教えてもらっていいですか？モード？はい、モードとステージお願いします。お、ナイスキル。お、ナイスキル。うまい。あれでしょ？モードとステージ。モードが、あ、そう、うん、ベアボーンの、はい、マップがですね、レギオンですね。はい、というわけでね、ベアボーンの、レギオン。まあ、ここはね、安定ですね。ベアボーンって言ったっけ？え、ベアボーンじゃなかったっけ？あ、ベアボーンって言ってなかったっけ？はい、お、1位じゃん俺。あ、ベアボーンのレギュンでしたね。はい、というわけで、ただいまあれがね、グッチ君が8キル5です。私が7キル3です。恥ずかしいんやけど
助けるよ助けるよ。めっちゃ恥ずいねんけど。ってまあちょっと私の動画見てて打ち合いとかなんか動画とかなんていうんですかね、打ち合いとか立ち回りとか武器とかそういうことについてああ知りたいなって思った方はぜひ、私とロッシーくんがやっているモダンコンバット4初心者講座というものをね、ぜひ見てもらいたいと思います。時間のある限り、また動画のところに貼っておくので、時間のある方見てくださいね。ういというわけであと14キロしたらこっちが勝ちますね。スナイパーライフルゲットだぜ。はい、あの最初に言ったったんですけどあまりグッチ君が あれですね、髪なんて土浦のあれになってませんね、あまり。そうそこは動画1本目なんで、ね、動画1本目なんでそこは、まあ、あまりなそう勘弁してあげてください。まあ見てください、この彼のスナイパー突砂の勇姿見てやってください。はい、戦場カメラマン奥さんし、はい、これです戦場カメラマン。後ろにいるじゃん。おっとっと、ええー。来た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 。はい、10キロ後ですね、神谷さん。で、私も8キロ後です。うん。やられた。催涙だ。うまいな。催涙弾たかれとるな。待って、催涙弾がたかれとるな。行きたいんだけど嫌だな。またボルゴフ落ちとる。ちょっと待って。ボルゴフ5、6回落ちてないか。あ、やばい、後ろ後ろ後ろ。大丈夫だ。後ろ後ろ後ろ。あ、やられてた。よっしゃ。うまい。iPod Touch 6世代さん、うまい。さあ、あと6キロ取れば私たちは8ですね、これは。あ、やばい、この人ボルゴフ絶対使った。ほら。お、味方ないっす。やばい、横横、助け助け助け。助けて助けて、バカ野郎、後ろから来た。はい、あなたがね、あなたに賞金がかけられましたというね。ワンピース的なノリですね、はい。お、さすが、ナイスキル。懸賞金いくらだ。懸賞金いくらやろ。3ユーロぐらい。300ユーロぐらい。安いな。じゃあ1ユーロまずいくらやって感じですよね。1ユーロ。あ、待って待って。こいつ素通りしてったぞ。お、マジか。お、ナイスキル。ボルコフ地点じゃん。もう、使うのか使うのか、いいんじゃないか。あ、こっちが、こっちが来てる、こっちが来てる。まあ、使わないけどね。やっぱりね、ここはヘッドショットを狙ってやった方がね、経験値が少し25多いですからね。あ、わかった。はい、というわけでね、マッチウィナー。後ろいるよ、後ろいるよ。おお。はい、というわけでね、最後の成績こんな感じでした。グッチ君が13キル7です。私が14キル6です。というわけでね、グッチ君のクランタグにあるようにね、カミヤンさんは iPhone 5というわけです、デバイスは。で、私は iPad 4ですね。まあ、正直言って、この2人のデバイス的にご利用しはちょっときついと思いますが、まあ、ここからどんどん、モダンコンバット4のこれね、バックトゥーザヌーブを楽しく盛り上げていくんで、また、長くなると思いますが、ぜひ見てくださいね。はい、というわけで、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。